中田牛五郎1月1日隊は日本の政治家、元徳島県勝浦町長。父は元勝浦町長である中田森蔵。徳島県出身。1971年、東洋大学法学部卒業。大学卒業後、同年に社団法人徳島県林業校舎に入社。1999年7月に勝浦町議会議員に当選。 2003年6月、勝浦町助役に就任。2006年2月、勝浦町長に当選。その後、2010年と2014年も当選3期を務める。2018年1月28日の勝浦町長選挙では、新人の野上武則に敗れ落選した。徳島県勝浦町長、中田牛五郎。全国町村会。 2018年4月6日閲覧。町長のプロフィール。勝浦町。2016年12月24日閲覧。勝浦町長選。中田市参戦3回連続無投票。毎日新聞。2016年12月23日閲覧。徳島、勝浦町長選新人。野上氏が当選。徳島新聞。 http://www.topics.or.jp コロンススララッッシシュュスラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ156672018年10月15日閲覧。ありがとうございます。